今日は、非接触肉厚測定器 CTKH-Z のご紹介をしたいと思います。まずですね、装置の、構成キャリブレーションを行います。キャリブレーションに使うのが、これよくあるブロックゲージというやつなんですが、今回はこれ厚み1センチのブロックゲージで、機械にこの1センチの厚みを記憶させます。でこれはここにゲージを置いて、でゲージ構成のアクションを行います。この機械は今ご覧の通りステージが上下することによって厚みというのを装置に記憶させることができます。でここにある上下の変異系は固定されて動きません。これが大きな特徴です。はい、装置構成が完了しました。次にサンプル測定に入ります。でゲージをまず外して、でサンプルの搭載は、こちらに3本のピンが立ってますので、ここに雇いを、乗せて、これがサンプルですね。はい、両平行レンズですね。これをここに置いて、これでスパッと抜くとサンプルが奥にセットされるような、工夫をしてあります。これでサンプルセットが完了しました。次はコース肉厚のみですね。はい、じゃこれで測定を開始します。はい、これで測定完了です。はい、答えが 2.9826 です。でこの値を、3次元タイプ、CT ゲージ DX で測りますと、2.9824 でした。なのでほぼ合格の結果が出ています。